ラチューバーのアジャイです。コンコンビゾ言うていいよ。今年は、藤子 F 不二雄先生の90周年っていうんですか、はい、うん、ということで結構盛り上がってるんですけども、うん、プライムビデオ、はい、アマプラの方では、うん、まあ、映画ドラえもんももちろんなんですけど、うん、同時上映作品もこれは嬉しいですね。激アツ、総選挙ありましたけども、はい、あららとか、うん、結婚前夜とか本当いろんなね、うん、名作が配信されてるんですけども、まあこれを機会にちょっとまたその同時上映作品を一個語ろうかなと思いまして、まあいろんな作品あるんですけど、どれがいいかなと私考えたんですけど、いやこれ渋いよねってのが一個あったんで、今日はこれを紹介したいと思います。映画ドラえもん、僕桃太郎の何なのさ。渋いよな、これは。渋いっすね、激渋。これは渋いですよ、激渋いですよね、これね。なんでしょうね、このちょっと番外編な感じっていうの、この映画も中編、その短編でも長編でもない、この中編っていうのがね、また中編なのよ。そうなんですよ。というわけで今回この映画をね、はい、多分僕らしか語らないと思うので思う存分語っていきましょうよ。これね、いつも映画ドラえもんって春にやるんですけど、はいはい、うん、これ調べたら、うん、夏に公開してるらしいですね。81年ということで、宇宙開拓史の年なんですって、うん、宇宙開拓史が春にやって、その後その年の夏に、うん、なんともう一回ドラえもんがやるということで、うん、あの21エモンの映画と同時上映らしいですね、うん、どっちかというと21エモンがメインっぽいですね、うん、尺が途中は長くて、この桃太郎は、46分ですって、うん、だから短くもない、確かにね、長くもないし、ちょっとなんていうんだろう、中編っていうのかな、うん、46分ってことでちょうどいい長さって、うん、ちょっと見やすいっちゃ見やすいですよね、うん、アマプラで配信されてるんですけど、画質がめっちゃ綺麗っていうか、もともとね VHS とかで見たことあったけど、うん、こうすげえ綺麗になってませんでした。すんごい綺麗です ね鬼綺麗になってたんで、うん、昔見たことある人も改めてこうプライムビデオで見たらびっくりするかもしれません、うん、綺麗すぎて、画質が綺麗っていうのかな、うん、やっぱ面白いですね。いや面白かった、面白かったですね。これいつもとね、監督さんも違う、ちょっと雰囲気違うっていうのかな、うん、なんかテレビスペシャルっぽい雰囲気も若干ありますよね、うんうんうん、映画とまでちょっと大げさじゃないというか、うんうん、ちょっとスペシャルの延長戦みたいなノリがありつつ、うん、面白いんですけども、でこの原作のやつなんかしっかり膨らましたっていうか、なんかうん、いいですね。なんかそうそうそう、原作もあるんですよね、うん、このコミックの9巻に入ってるんですけど、ちょっと原作だと、バケル君っていうんですか、うん、ちょっともう F 先生の違う作品のバケル君が登場してきて、うん、ドラえもんとコラボしてちょっと違うんですよね、ジャイアンとか出てこない、うん、あんま出てこないですよね、うん、こっちだとね、まあ、それを元にしつつ、うん、映画となってるわけなんですけども、うん、今回も面白くて結構ポイントも、僕も結構いっぱいメモはしてきたんですけど、まず僕ちょっと名言いいですか。いきなりお願いします、はい、お願いします。計画的に怠けるのび太にしか言えない、これはやっぱりもう、これはのび太にしか言えないやつですね。計画的に怠けてんだ、ね、これ 夏休みでしたっけ、夏休み、夏の設定ですもんね、はい、そう宿題をね、うん、計画に怠ける、いやこれ天才的な意見だね、計画的に怠ける、なんて素晴らしい言葉だと思って、天才じゃん、これ原作でも言ってんのかな、天才のセリフだね、うん、それね、うん、本当にすごいな、あちゃんと書いてある、うん、計画的に怠けていた、やっぱF先生天才ですね、天才ですよね、本当に天才だ すごいわ、計画的に怠ける、えだから真逆のこと言ってる、うん、ブラックマヨネーズとかミスターチルドネンとに通ずる言葉ですよね、これ、うんうん、すごっ、A 先生、あの、うん、今日できることは、うん、はいはいはい、今日明日できることは今日するな、あなんかあったね、はい、それもあった、ね、それみたいな感じで、やばっ、ね、やっぱ藤子不二雄だよね、藤子不二雄しか勝たんのよ、本当にもう、以上ありがとうございました短い短い短い本編始まってない、始まってない、びっくりしたびっくりした、あまりにも満足しちゃったから、ね、これはすごい言葉です。俺この映画の作画が好きなんだよね、このなんだろう、テレよく80年代初81年とか2年にやってたオレンジタイトルの頃の作画っていうんですかね、この中村さんっていう方が作画してるんですけど、この絵柄好きなんですよね、本編ではあまりこの作画で映画になってないから、この作品ぐらいなのかな、めちゃくちゃこのドラえもん可愛いんですよね、この特徴的な、分かる人に分かると思うんですけど、この中村さんの描いてるドラえもんがね、めちゃくちゃ可愛いんですけど、オープニングもこれすごい好きですね、なんかこのそうね、カラーのドラえもんがこのいっぱい、いきなりもうオープニングから始まりましたね、あったまテッカテッカでしたね、うん、僕ドラえもんじゃないんですね、あれね、ドラえもんの歌じゃないんですね、うん、最初ね、僕ドラえもんか、あったまテッカテッカが始まって、うん、これ夏の作品ということで、結構僕夏好きなんですけど、うん、なんかほんとひまわりとか、ひまわりよく出ましたね、あと風鈴とか、うん、なんか夏の描写が、うん、
そんなこれまでの映画ドラえもんにはないようなカットが結構あったりとか、やっぱあの扇風機のこの、そう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 、あれいいですね、なんか時代を感じる、昭和だよ、時代を感じる、昭和あの普段出ないようなね、軒先とかなんかアングルとかも普段見ないようなアングルが何個かあったりとか、ちょっと特殊ですね、うん、それもね。あとこれですよ、やっぱ初期のドラえもんにありがちな、うん、あの部屋の位置違う問題、廊下で部屋と階段の位置が違う、ああの、うん、初期あるんですよね、うん、あれ大魔教も確か逆だったんだっけど、うん、あ大魔教一緒か、なんかのび太の恐竜か、初期は逆なんですよね、うん、だからこの先も逆なんですよ、うん、構造上そっちじゃねえだろっていうところに部屋があるんですよね廊下、階段上がって、うん、階段上がって左じゃないですか普通、うん、でも階段上がって右に部屋があるんですよね初期って、絶対そっちじゃないだろうってこっちがあるんですけどこれ初期ドラえもんあるあるですね、うん、でこのと次が大魔教じゃないですか、やっぱ、はいはいはい、結構大魔教っぽいなってシーンがすごい、ああ確かに大魔教集しますよね、多かったですね、うん、やっぱあの空き地もあの、うん、この謎の高速道路のただっぴろい空き地だしあのなんか衛星ぶち上げて写真撮るとかもなんかそれっぽいですよね、うんうん、あとか村人から逃げるところもなんか、うん、あの村人後で語りたいですけど結構癖強い顔がいっぱいあってモブがいいモブいっぱいいるんですよね、すごい四角いやついたもんね、顎四角いやつとかいて村人も面白いですよね、うん、あの村人で一番出る一人じゃないですか、うん、あのヒゲ面のはいはいはいあれね、うん、あやぶん帽子じゃんと思ってあの声ねはいあの声ね帽子の人じゃんと、あの時代からいたんですね、あの声の人いたんですね、あの時代からねすぐにわかりますね、いやもうあやぶん帽子なんであのキャラね、ヒゲのやつねでその結果的に怠けるのび太は大学生ののび太を連れてきて、うん、宿題やらせるわけなんですけども、うん、その大学生ののび太も、うん、小原さんが声やられてて、うん、ちょっと大人っぽい感じの、やっぱちゃんと使い分けてる、うん、結婚前夜にも通じますけども、うん、やっぱ小原のり子さん当たり前ですけど最高ですね、うん、素晴らしいあ今更ですけどやっぱいいな、このみんなあの大山さんとか小原さん、ね、みんな本当レギュラー陣、いやもちろん今のドラえもんも好きですけど、うん、やっぱ世代なのでね申し訳ない、大山ドラいいな血ですからね、血なんでねこれ言わせてください、うん、そんな感じでその夏休みの宿題を社会の宿題やるために、うん、町の歴史を調べてたら、うん、なんか桃太郎っぽいやつが映ってるから調べに行こうっていう話ですよね、うん、そうですね、でも浦山じゃが一本杉が出るのも珍しいですね、確かにあれ通常会でたまに出ますけど、うん、確かにあんなねこうあからさまの一本杉あの根元にすねをねテスト隠してバーンって、まあ、ママと一緒にバーンって俺あのストーリーすげえ好きなんだよね、バンザーイってジャイアンとかこうそうそう手繋いで夕日の中手繋いであの一本杉ですよね爆破された後に爆破される一本杉あの根元でそうあの一本杉でしたね、出ましたね一本杉もね、うん、そうだちょっと違うシーンが結構ありますよね、うん、そんな中その空き地に外人が、うん、今外人ってあんま言わないけどこれもちょっと多分外国人、ね、そうそうそう今も外国人でちゃんと言わないといけないんだけど、うん、当時も、うん、外人がっつって空き地に外人がっつってママがあわわパワーパワーパワーパパずっと家にいるんですかね、あれね、うん、パパなんかこう、ままこう、クッションをなんか頭にして外人は、外人はちょっとみたいな感じで。で、パパママが空き地に行くのも珍しいですよね。なかなか見ない光景。で、あの、うん、レギュラーメンバー、まあ、いるの分かるじゃないですか。うんうん、なんか T の帽子兄弟みたいに見ましたよね。なんか、モブ2人。ランニングシャツのやつと。そう。じゃモブね、2人いたんですよね、うん。レギュラーメンバー5人とパパママ。うん、そしてモブ2人。うん、まあ、分かるじゃないですか。大体モブってさ、春音やそうじゃないけど、うん、なんかぽっちゃりしたやつとキャップかぶったやつじゃないですか、うん、ぽっちゃりキャップが一人いて、うん、もう一人ぽっちゃりがいたんですよぽっちゃりぽっちゃりだったんですよ、兄弟みたいすごいそう兄弟みたいなやつがいて普通ねオーソドックスだとね、うん、痩せてるやつとぽっちゃりがね、うん、基本だと思ったんですけど、うん、ぽっちゃりぽっちゃりだったんでぽっちゃり率高すぎないかなと思ってこの群衆と思って身長差をなんか変えるとかなんか ね、うん、ね, えねえするのになんかちょっと一緒なような二人が二人なのにもうキャラ被っちゃってるいや絶対このモブいじると思ったらやっぱりいじるいじりざるを得ないよねあれはね、T の どんなセリフくれるのかなと思ったら喋んなかったT の帽子が気になってるあいつなんて言うんだろう達郎っていうのかな名前も気になるもんなその T でやっぱいろいろ考えちゃいますね T で考えちゃいますよねいろいろ考えやっぱ癖だよね、うん、職業棒だよあれもモブに目いっちゃうんだからすぐ目いきますね あれ面白かったな、うん、翻訳こんにゃく食べさせて、うんうん、あの片言な日本語面白いですね。あペラペラじゃないんだっつって、うん、効力が効力がオランダ人ですかね、うん、あの人はね、うん、でスネ夫が最初にお前英会話習ってんだろみたいな感じで、うん、英語で喋るんですけど、うん、My name is
スネ夫骨川わかる？わかるでいいですね。そう、あれわかる、なんかアドリブ説若干あるんだよな。なんかちょっと入れた感じは肝付さんのアドリブなんじゃないかな。スネ夫骨川わかる？わかるっていうのさらっと言うんですよね。マイネームイズスネ夫骨川わかる？ちょっとあれアドリブ臭いんだよな。やりそうっすよね、肝付さんだよね。そして客間が出ますね、なかなか出ない場所ですね、あそこは。映画になかなか、なかなか本編でも出ないというか、T帽子はもう出てこなかった。 T 帽子はもうクランクアップ。 T 帽子兄弟、 T 帽子兄弟は TT 兄弟はクランクアップです。あそこだけでした。確かに喋ってほしかったですね。客間も珍しいですし、みんなスリッパ履いてたし、なんかすごい珍しいカットでしたね、あれはね。パパの後ろにたけしがついてる。そうあのアングル面白い。何あれ。まあまあたけしパパでしたもんね。一家みたいな。何このスリーショットなかなかないよと思って。あのスリーショットないですよね。いいっすのび太じゃねえんだそこと。たけしがあそこに入るの。そう、あそこにたけしが入るんだと思って。いやこれだから結構見たことないカットがいっぱい見れるんで、そういう注目ポイントかもしれない。そうですね、カット本当面白いですね。面白いカットがいっぱいある、本当に。タイムマシンで、まあ、桃太郎探しに行くわけだから、そうで一瞬21エモンとのコラボも、コラボりましたね。この背負ってる。そうこれさっきも言ったこの同時上映の作品があって、そっちにも一瞬そのあのシーンが加わるんですよ。だから両方見てもらうと、あ、繋がってる。そう、そういうことかっていうのが分かるんですけど、さっきも言った通りこの映画は中村さんって方が作画してる、僕の可愛い好きな可愛いドラえもんなんですけど、そのコラボのシーンは多分あっち側の映画の監督作画の方が作画してるんですよ、ドラえもんを。だからちょっと顔が変っていうかちょっと違うんですよ。ヒゲも長いし、ちょっと違う作画のドラえもんが一瞬あそこに入るんですよ、はい、そこ注目ポイントですね、中村さんじゃないと多分ですけど違いますね。もうテンポいいですよね、ポン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 進むから。桃太郎の話もこのしっかりするじゃないですか、ドラえもんが知らないって言って、がっつりやったね、ちゃんとね。会ったことないものっていう理由が可愛かったっすね。可愛い、いや可愛いんですよね、あのドラえもんね。確かにガッツリちゃんとね紹介してましたね、桃太郎っていう話をちゃんと紹介して。桃の流れる音ってなんて言います？あれですよね、どんぶらこどんぶらこだと思ったけど、ちょっと癖あり、どんぶらこのすっこっこ。そうええんあれ聞き間違いかな。どんぶらこどんぶらことかどんぶらこっことかな、まだかるすっこっこって何。どんぶらここのすっこっこ聞いたことねえの。なんかどうええと思って、すっこっこすっこっこは聞いたことないわね。そう、面白かった。いや確かにそれを引っかかったら、すっこっこって何も。桃太郎の世界に行くわけですけども、でもタイムマシーンもこう、みんなわーって乗るじゃないですか、よくちゃんとパワーアップしたって言ってましたね。のび太の恐竜はやっぱそれで、確かにあれでもうわーってなっちゃってましたけど、のび太がちょっと心配してましたもん。あ、確かにちゃんとそれも踏まえてですね、でタイムマシーンの映像もなんか見たことない空間でしたね。いつもだったらね、時空がまた描写がね、なんか時計のマークのやつが流れたりしますけど、ちょっと違う感じでしたね。でみんなワーンって出てくるんだけど、ジャイアンケツからプンケツからプンケツから出るんだと思って、お尻から出てくる、お尻からかましてんなと思って。メモるとこ一緒だな。あ、一緒なんだ。同じとこ見てんね、やっぱ ね、 ね、職業不要よ、もう本当にもう。でそこから村に行ってって話ですよね、まあ、ビスケット食べ、動物ビスケットみたいなの食べて、動物に変身するっていうのが今回の一つのキーアイテムですけども、スネ夫が犬になって、スネ夫がちょっとバテて ねビスケットをわーって食べて、食ってすごいですね、金持ちらしからぬ行動しました。よこせやつってよこせーつって金持ちらしからぬ行動しましたけどもね、犬になって、どう見ても狐だみたいなこと言われてましたけども、まあその会話ってこう村にたどり着くわけですけども、まあ、そこに鬼が出ると。いやでかすぎでしょ。ファーストなのに。そうだよね、でかすぎでしょ。そうだよね、見間違いじゃない、あれでかいよね。家ぐらい5メートルぐらいあったよね。巨人だよね、もう5メートル級の巨人なの。あれはでかすぎる。クソでかいですよ、あれは。でかすぎる。終盤も出てくるけど、終盤もでかいんですよ、イカロスぐらいあったよ、本当にクソでかいんだよ。でどこでもドアくくる。入れなかったぞ。しゃがみながら。でも初期の鬼と比べたら縮んでますけどね、初期がでかすぎた。最初ちょっとでかすぎる。そう、ちょっとでかいし、やっぱこの頃のアニメって怖いっすよね、やっぱね。ちょっと怖かったっすね、あの鬼ね。怖い描写って、そう、うわーっつって、ドガンドガンっつって、にしてもでかかったな、あの鬼は。みんなこの落とし穴、あれですか、あそこに落ちる時の BGM がめっちゃ好きな。どんなだったっけ、ほほほほほちょっとそこじゃ注目してもらって、ウォーあるんだ。BGM で言うと、その村人に追いかけられるところだと、なんかガルタイト工業の音楽が流れてて、
確かに同じ年だけどね、うん、ガルタイトの音楽流れてたな。それもいいですけどね。このやっぱ面白いですね、やっぱ初期の。いやそうですよ、なんかタイムマシンの時には、うん、桃太郎と一緒に鬼退治しちゃう、イエーイみたいなノリだったのに、うん、いざ鬼見たらもう引いてて足がすくんじゃったみたいな、うん、ジャイスネがちょっとね、ちょっとビビってましたね。帰ろう帰ろうみたいになって、うん、よほど怖かったんでしょうね。静香ちゃんが、まあ鬼ヶ島に行く前に桃太郎に会えばいいんじゃないみたいな意見出して、うん、鬼に会う前に、うん、桃太郎に会って帰ろうぜみたいな意見出して、頭いいな静香ちゃん、うん、ちょっとポッて、ちょっとあのちょっとポッてなって若干どやってましたどやってましたけども、で桃ボート出てくるじゃないですか、うん、あれちょっと面白い、なんか桃ボート何あの道具って思ったんですけど、うん、桃のボートなわけじゃないですか、うん、ってことはやっぱこう未来の世界で桃太郎のお話があるからこそ、うん、多分あの、うん、あれができたわけでしょう。でもあの道具があったからこそ桃太郎ってお話は多分伝説として語り継がれるから、うん、なんだろう、鶏が先か卵か先か。確かにあの道具があったからのび太の桃太郎は話が、そう元々もともと桃太郎はのび太だって話だったじゃん、うん、最終的に、うん、のび太が桃太郎だったみたいなストーリーだから、うん、あの桃の機械が伝説となったわけでしょ、うん、で確かにそれがだからどっちが先なんか、うん、タイムパラドックスじゃないけど面白いなと思いましたね。卵が先か鶏が先か、あれをこうドラえもんがこうドションで5個だとすごいシュールですね。ちゃんと一個一個描くんだと5つ全部ねポンポンつってね。でもあれちょっと面白そうですね、あれで、あれで川下りして、でも回転とかもしたりしてましたね。あ、してましたね、滝から落ちる時とか意外と怖いのか、そうなってくると絶対に沈まないとは言ってたけど、怖いですね。のび太全裸で乗ってました一回落ちちゃってね、うん、全裸で乗るんだと思って、でスネーは首がゴショッて怖いってそうならではですね、絶対沈まないけどその辺の閉まるのは安全性がちょっと、そこにコストかけてる沈まないことにコストかけてるんで閉まるのはしっかり閉まるんですね、しっかり閉まる、ちゃんと安全ガーンだからねそう首がっつりいってましたもんね、うん、でこれドラえもんの歌が流れるんですけど、うん、なんか入り方がすごい綺麗というか、うん、最初音楽だけなんですね、ドゥントゥトゥントゥトゥントゥトゥントゥントゥトゥントゥトゥントゥトゥンって、でそのまま行くのかなと思って、でそこから普通にこんなこといいなって、すごい入りが綺麗です入り綺麗、歌の入り綺麗、うん、100点誰が言ってんだ、100点出ました、100点です、これ以上ないドラえもんの歌の入り方してるんで、うん、ここすごい綺麗ですね、流れるように。アジェさんがまさか100点出すとは、100点出さないよ俺、なかなか100点です、この入り、これ笑い飯さんの漫才の時です、ね、恐れ多いな笑い飯さんもそうですね、うん、そんぐらいですよ、新助さんの100点と一緒ぐらいの、うん、いすごい価値あるな。それでまあ全裸ののび太が桃に入っちゃったから、うん、まあ、それ拾われて、うん、桃太郎になっちゃったわけですよね、うん、でおばあさんがね川で洗濯してたら、ね、出たらこう 馬じゃねえ桃が流れてきて、うん、それを拾って、うん、割ろうとしたらパッカーンつってのび太が生まれて、うん、もうほんと桃太郎のまんまですね、うん、で桃から生まれたから桃太郎にしようっていう、うん、すごいポップなねのび太も全裸のまま、ああ外に逃げて全裸で外出て、あ全裸で倒れるっていう今じゃなかなかできないですね、うん、もう全裸の表現っていうのはね。でまあこう道具一式もらうじゃないですか、うん、最後カツラの芝居用のこの時代そんな芝居やんやっぱりそこ引っかかったよねこれカツラをポンってねやってて昔の芝居用で使ったんだっておじさん役者志望役者志望だったね、意外と出たがりだった、ね、いやでも642年とかなんか言ってたな、うん、そのあったり村の芝居があった役者で出てたんじゃないですか、で おじいちゃん結構出たがりかもしれないですね、うん、役者志望あったんだろうね、だからやっぱ小道具一式も芝居の時に使ってた、ね、ああそれずっと持ってたんでしょうね、うん、そう考えると可愛らしいですおじいちゃん役者志望だったんかいしっかりね撮ってたんだね、あんなカツラを、いやあれ素晴らしいですね、うん、おじいちゃん面白いですね、まあ、村の人たちがまた追っかけてきて、うん、で村の人たちがねほんと香ばしい顔してるいい表情、めちゃくちゃもうザ・モブの言葉に表せれない顔してるんです、うん、ここは皆さんおのおの止めてみてください、うん、もう多分あいつだあいつだって、そうそうそう、このなんか顎四角いやつがいるんだ顎四角いっていう表現が合ってるのか分かんないけどこれいいなってやつ何人かいるんで、皆さん自分のマナこれ確かめてもらって、このねモブはね、うん、本当に。そしてまあ鬼ヶ島に行くわけですよね、やっとねドラえもんたちのび太とこうみんな合流して、そうみんな合流して、うん、もうまんまもう桃太郎の、うん、でこうきびだんごもこうねジャイスネも食べて食べてました、ね、静香ちゃんは直食いでしたけど、ね、手してるんで、ね、入っちゃうタイプだから、でも袋にね口からわーっていくのはね、うん、ちょっとねやっぱ鳥だから結構静香ちゃん入っちゃうタイプだからね、うん、かかっちゃうタイプだから、鳥をちゃんと演じてんじゃないですか、うん、こうそんな感じでまあ鬼ヶ島に行くわけです、うん、これ改めて思ったけどやっぱ
鬼がでかいでかい、うん、すんごいでかいっすね。でドラえもんがこんぐらいで鬼多分こんぐらいありますよね。膝ほんと膝ぐらい、ね、膝ぐらいだから本当5メートルぐらいあるのかな、うん、あれは。でまあ戦う、うん、戦いがね戦う最終的に戦うんだけど、うん、普通に肉弾戦な秘密道具は使いませんよガチバトルなんだ。しかも静香ちゃんが行ったろうみたいな感じでこう先陣切っていったんですよ、ね、で、うん、さあ桃太郎さんの出番よって。そう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 えそっから無茶ぶり、無茶ぶりすぎる。飲んだかいってね。だって何もないんだよ別にね、うん、剣は持ってるけど別に名刀伝子マンでもないわけじゃん、うん、おもちゃのだっておじいさんおもちゃのやつみんなで肉出せうわーってこうなんだろうブロリー相手にしてるみたいな感じで、うん、めちゃくちゃ面白かった。圧倒的身長さ、圧倒的に勝てないんだよ絶対。ちょっとあれ面白かったな、うん、静香ちゃんがつついたりしてね、うん、みんな足こうやってうわーってでバンバンって吹っ飛ばされて、うん、マジブロリー戦ってZ 戦士がブロリーと戦ってるみたいな感じになってて、みんな吹っ飛ばされてダンダンみたいな感じで勝てない勝てないみたいなもっといい道具あったろうにと思って、うん、あの肉弾戦を抑え激アツですねみんな生身で勝負する、うん、小学生が生身で鬼と戦う。ドラえもんも全然道具出してくれないから、ね、出そうと思ったらこのネズミ出てきちゃったから、うん、あれはねめちゃくちゃ面白かったな , 笑っちゃったな本当にもう、うん、そのネズミそうだちょっとネズミでね一個あっと思ったんですけど、うん、ネズミ出てきたじゃないですか、うん、で一瞬ネズミの顔がニューって出るんですけど、うん、この顔があれ見たことあるぞと思って、うん、ガンバの冒険って知ってます？はいはいはい、はい、ガンバガンバガンガンガンバ尻尾をはねろそう、それにのガンバってネズミじゃないですか、はい、なんかガンバっぽいなと思って顔が、うん、あれと思ってこの中村さんねこのさ、うん、なんかができましたけど、うん、もしかしガンバにも参加してんじゃねえのと思って調べたら参加してました、うん、関係してるか分かんないけどちょっとね、うん、あのネズミガンバっぽいです。へえ、あ、それ気づかなかったな。そうです、ガンバガンバガンガンガンバあれ呪いがめっちゃ怖いんですよね。怖いっすね。クソ怖いんですよね、ガンバ。圧倒的能力。だからそこも通ずる部分あるのかも。呪いも怖かった、鬼も怖かったし。あ、わかんないけどね、うん。考えすぎかもしれないけど、うん、でもガンバっぽいんですよ、あのネズミが。うん、ガンバファン、大注目です、うん、あのネズミ。イカサマファンも大注目。そう、やっぱこの肉弾戦が熱かったね。うん、ガンバっぽい。ガンバもね、呪いに、うわーって噛みついてね。シャーって、うわーとかなるもんね。ガンバっぽい。ガンバっぽいわ。ほんとだ。大発見。ガンバっぽい。うわーってなる。結構血生臭いよ。なるもん。こんな引っかかれたりするもんね。結構ね、トラウマーっすね。怖いんだよね。敵が怖いのよ。イタチたちが。あ、ガンバだ。あ、ほんとだ、すごい。いやー、びっくり、大発見。それはすごいですね。すごい、面白。最終的にドラえもんがこう、頭突きっていうか、ね。で、記念写真撮ろうよって記念写真撮ろうよっつったらまたネズミが出てきて、うん、びっくりした何それ、何それ、うわ、びっくりしたってこうそんな写真あるみんなでポーズがね、いいっすね、みんなドラえもんがうわーって言った後にみんなでびっくりした、うん、ちょうど顔こうやってて、うん、みんなでこう見せないと面白いわと思って、いや、昭和のノリだよな、あれ、びっくりしたっていうの、びっくりしたじゃないんだよ、セリフで言っちゃうのがいいですね。いや、本当に言っちゃうのよ、うん、うわーとかじゃないですか、ね、いや、そうなんですよ、やっぱあの頃のアニメっていいよね、面白いですね、落ち着く、いいんですよ、すごい落ち着く、ああいうのがいいんですよ、うん、びっくりした今絶対言わないもんね、あんなこと、ね、全部わかりやすくていいですね、うん、もうわかりやすいんですよ、うん、これぞアニメですよね、わかりやすくてね、で、まあ接中的にその鬼はオランダ人だったんですけど、うん、いや、でかすぎだろうと思ってでかすぎだろう、オランダ人と思ってにしてもね、でかすぎる、クソでかかったんですけど、うん、だからこの村人たちからなんだ恐れられる村人たちがこう、うん、オランダ人なんて見たことねえからって毛嫌いしてて、うん、それを避けるためにオランダ人は鬼の格好をしてメイクもして、うん、足跡つけて、うん、めちゃくちゃ努力してたんですよね、なんかでもなんかお互いやっぱ切ないですね、このそうそうそう分かり合えない、これなんか今の時代にも通じますよね、うん、このお互い怖がってたって言ってたじゃないですか、うん、それでなんか分かち合えなくてなんかお互いこうやってたっていうのはなんか、うん、自分を守るために、ね、怖いですよね、うん、ちょっと今の時代にもちょっとそこ通ずる部分は、やっぱ村人は村人でやっぱ分かんない人が来たら怖いですもんね、うん、そうそうそう、何喋ってるかも分かんないし髪の色も違ったし、まあ、そうね、うん、でも分かんないからっつってこうね、あのアンチ活動しちゃダメってことかもしれないですね、うん、この今の時代にも本当通じますよ、うん、このね、攻撃しちゃダメって、石投げてね、あの竹槍で、ね、竹槍投げて、うん、ドラえもんで石当たってましたし、いやで一番面白かったのがそのちょっとあの船長さんなんですよね、オランダ人、うん、私オランダ人ですって船長やってました、うん、でなんか
方向音痴です、うん、イスパニアに向かいたかったんです、うん、イスパニアってなんだろうって調べたらなんかスペインのことらしいんですね、うんうん、でオランダからスペインってどうなんだろうって地図で調べたら、うん、まあこういくんですけど絶対日本に行かないだろうっていうこっからどうやって日本に行ったのっていうのは日本まですげえ遠いんだけど、うん、すごい行ったじゃんと思ってこう地図見てみたらすごいことになってますからね、このオランダから日本に行くって相当よなか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 ありますよ、ね、方向音痴です、方向音痴どころじゃないですよ、 もっと他にたどり着く国もあったのに、そうそうそう、いくらでも大陸あったのになぜジャパンに行ったんだからよほどだよと思って、で結局ねトロコデモドアでお家に帰れたっていう、うん、まあ、あの写真もね綺麗に持って帰りました、うん、はいはい、そうで、それがまたこう末裔になるってことですよ、うん、だからそれドラえもんっぽいですよね、その辺もね、うん、いやもう本当に、いやなんかやっぱ改めて見て面白いね、これツッコミどころいっぱいあったな、うん、鬼の、うん、鬼もそうだし村人も面白いし、うん、で最終的にのび太が僕は桃太郎の何なのさって言ってちゃんとタイトルも回収してて、うん、っていう感じで終わるっていう感じかしらね、起承転結が本当しっかりと、うん、知ってますね、いや本当改めて見たけど面白かったな、46分なんで割と見やすいのかなっていうのもありますし、うん、何気なく見てもらってもいいですし、今日僕らが語ったような注目ポイントいじりポイントで、ね、ありますんでそこも、うん、よかったら見ていただきたいですし、うん、今そのやっぱもうさっきアジェイさんも言ったけど、うん、あのAmazon プライムでやっぱ見れるっていうのは、ね、今見れるから大チャンスですよね、大チャンスですよ、だからあと見たことないって人もぜひね、うん、これを機に見てもらいたいですし、ね、ね、本当映画の感想とかもぜひコメント欄に書いていただけたらいいですし、うん、これエンディングテーマそういえばあれでしたね、淡い空ポケットさ、うんで、う、し、ん、あれもいいですね、うん、なんかテレビ版このドラえもんとのび太、このそうそう桃太郎ドラえもんのび太、あ、じゃあジャイアンツのよしこちゃん来るのかなと思ったら、うん、またドラえもんドラえもんのび太ドラえもんのび太最後は二人で終わして二人で行くんだ、エンディング歩きがちだよね、あの頃歩きがちエンディング歩きがちあの頃エンディング歩きがちなのよ、あそんな感じかしらね、もう大体言えたかな、一番面白かったのはガンバだねガンバですね、ガンバ気づかなかったな、肉弾戦ですからねガンバもね、野沢さんですからね、あ、そうだ、野沢さんだ、デベテラン、デベテランデベテランです、ガンバ野沢さんだデベテランだ、いやぜひぜひガンバ好きな人もコメントください、はいね、ハッシュタグガンバで、いやそうね、あと語ってほしい、今ね配信されてるこの同時上映の作品でこれ語ってほしいってのがもしあったら、うん、まあドラえもん以外のやっぱ作品もまだ、ね、そうですね、いっぱいあるんでね、21エモン、エスパマミとかいろいろあるんで、うん、ぜひその辺もコメントいただけたら、ぜひぜひぜひ、はい、お願いします、というわけで疲れた、なんか語り尽くしましたね、すげえ笑い疲れた、こんな盛り上がると思わなかった、桃太郎でよかった、いい動画になりそうですわ、面白かったですね、はい、というわけで面白いと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、高評価の方もよろしくお願いしま す、お願いします、それではまた、さよなら、冷めたわあんな温度高かったのに、ね、2024年7月6日僕らの四畳半島4周年を記念してイベントを開催することになりました、場所は赤坂チャンスシアターという場所です、だがしかしまだこれしか決まっておりません、決まり次第随時告知させていただきますのでよろしくお願いいたします、赤坂チャンスシアターで僕と握手。